こんにちは、なのだ。なのだ。COD の外根の極み、車中泊で使いたくさんなんだけど、僕の車、これフルフラットにならない可能性、今発覚してまず一回出してみて、試してみて、ダメだったら考えます。よいしょよいしょ。すごい重いな。へえ、すごっ。これはあはんはんはん。何これ、そして枕、これが排気モードで、これが開放モード、今の状態で、これが吸気モードっていう空気を吸う状態。これ枕だけど、ポンプにもなるんだって。これで排気口に吸気モードにして、枕側の排気口を接続します、しました。あ、見て見て、すごっ。マット側吸気モード、枕側吸気モード、排気口接続 OK、 OK、 吸気します。はい、じゃあもう一個枕あるから結んじゃって。なんでだよ。なんでなんでだよ。違うだろよ。なんでよ。なんでよ。ちょっと出してみて。すごい容量悪い人みたい。開けてみます。よいしょ、よいしょ。でもまあ寝心地すごい良さそう。マジックテープ、だから使いやすい。確かに。ああまあいい、いい、全然いい。ただの布団カバーです。てっきり寝袋だと思って買ってしまいました。ただの布団カバーと違うのは、布団を寝袋にできます。何それ、すごい想像できない。チャック構えた人すごいね。へえ、なるほど。で、チャックを閉めると、よし、完成です。第1弾は寝るパーティーね。はい、いや、もう最高でしょ。2人全然寝れるし、ベッドよりかわいいね。高かった、はい、次はお前高かったの。それありえないからね、マジで。マットレス5000円ぐらい。6000円。うわ、信じられない。7000円。8000円。9000円。1万。うわ、2万。え、ちょうどめっちゃ声出したんだけど、信じられない。うちに買うときなんて言って買った？これ寝袋のパターンなんだけど、デブにはきついかな。でもこの外のカバーね、だけで3000円くらいで、布団で2500円くらいだから、5000円、6000円ぐらいでこういう寝袋が完成すると思ったら、まあ安いよね。布団にもなるし、それは安い。めっちゃ暑いし、ヘッドレスト取ればまあこんな感じで、20のベルファイアだと車中泊まあまあきついっていうのが分かりました。空気抜くときって排気モードにしてシューってなる。へえ。
かっこいい。